おっす、こんにちは。今日はちょっとマッチングアプリでみんなに、意見聞こうと思って、何かっていうと、僕そろそろ一人暮らしするじゃないですか。で、マッチングアプリってさ、のプロフィール欄の時に、実家、一人暮らし、もしくは何も表示しないっていう表示の仕方があるじゃないですか。で、これを、俺どうしようかっていう話で、俺今までそのアプリをやってる時っていうのは、今実家じゃないですか。だから実家っていう風に書いてたんですよね。で、実家っていう風に書いてるとさ、やっぱりさ、女の子側からしてもさ、うわこの人結構な年齢いってるのにな、実家か、いやじゃあ変な人だからやめとこうってさ、なるじゃないですか。でも新しく俺実家から出て一人暮らしすることになったじゃないですか。で、大手を振って、一人暮らしっていう風に表示させる、ことができるようになったじゃないですか。ただよ、一人暮らしって言ってもさ、もうほんと家賃数万円のさ、とこでさ、家賃2万5000円のさ、とこでさ、風呂がついてないじゃないですか。風呂なしの2万5千円のさ、安アパートに住んでるじゃないですか。それってさ、やっぱりさ、お笑い芸人だとかさ、あとは大学生だとかだったらまだわかるけどさ、結構いい大人がそんな家に住んでてさ、ちょっと変な感じがするじゃないですか。でよ、もしじゃあ、一人暮らしっていう風に表示させてて、じゃあ女の子といい感じになって、で付き合いましたってなるじゃん。ってなって、じゃあちょっと家行ってみたいんだけどって言われた時に、ここですって言って、ちょっときついかなっていうのは思うんだよね。もちろん、部屋自体安いけど、部屋自体は汚いわけじゃないから、見せられることは見せられると思うんだけど、でもシャワーついてないって結構強いじゃないですか。だからさ、あえて、一人暮らしっていう風に表示させるんじゃなくて、俺の考えとしては、とりあえず何も書かない。もうプロフィールで、そこの欄は何も空欄にしておくっていう方法が一つと、あとは、ネタとして、こういう家に住んでますっていうのを、プロフィールの最初に書いとくのもいいのかなって思ったんだよね。で、どっちのさ、両方のメリットを考えてみたんだけど、最初のさ、何も表示さしとかないっていうバージョン。そのバージョンだと、なんていうかな。やっぱマッチは、しやすいのかなとは思うんだよね。特に何にも書いてないからね。ただ、デメリットとしては、家に来た時に衝撃を受けるっていうね。じゃあ2つ目の、一人暮らしっていう風にしてる、でもプロフィール欄に、風呂なしの、アパートに住んでますみたいなのを書いておくか。これメリットとしてはさ、このネタをさ、面白がってくれるっていうので、もしかしたら女の子と、マッチしやすくなるかもしれないっていうのもあるし、逆にでっていうのもあるかもしれないじゃん。やっぱアプリってある程度目立たないとダメだからね。目立つ場所をそこにしていいのかっていう話はあるんだけれども、やっぱ悪名は無名に勝るっていうことでね。それはいいや。ただ、デメリットとしては、やばすぎるっていうことで、マッチがめっちゃ減るかもしれないなって思って。で、皆さんこれどっちがいいと思いますかね？俺的には一人暮らしっていう風に表示させといて、で、プロフィールのトップのところに、30いくつですけれども、家賃2万5千円の安アパートに住んでます。ただ、すごく綺麗に使ってますみたいなさ、そういうネタっぽくやるかみたいなのが、いいのかなと思うんだよね。最初から、嘘というか、騙しをさ、やっても無駄だとはな、思うからね。っていうのを、ちょっとみんなに聞きたくて、もし、こういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスあったら、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、またね。